東勢本と金門京東勢八科文化園区石岡ダム921地震記念公園。大口景の向こう側は、石岡区東勢区は、台湾台中市の四角区。東勢区は、台中市中部のやや東より、大口景と台安景の間に位置している。東は和平区に、西は石岡区、高砂区に、南は新社区に、北は台安景を隔てて、 タクランチンと接している。総面積は117.4065平方キロメートルであり、タ中市では3番目に大きい鎮ンとなっている。東西幅は約4キロメートル、南北に20キロメートルと細長い地形は、大口景の貸し段丘の他は、東西丘陵地帯となっている。以前が、軍用に木材の伐採が行われ、香料と呼ばれる加工場があったことから、 匠漁あるいは漁脚と称された。地形は東南が高く西南が低くなっており、大口径の水流に沿って南北に傾斜した地形を形成している。標高は300から420メートルの間であり、平均傾斜度は1.10%となっている。地域内は石角系中系が流れ市街地の東方地区を流れた後、機体と流れを変え、 砂連携を経て、岩木付近にて大口径へと流入している。大口径と豊風路の間には、落差10から20メートルの谷が存在しており、都市発展のための障害となっている。東西地区は、丘陵地帯がほとんどであり、平地はわずかに、大口径東がに存在しているのみである。東南に位置する吉富里大平陛下ごと、和平区の境界が、海抜線七十九メートルと、 区内最高点となっており、東里西南方大口径が海抜243メートルと最低点となっている。中央山脈と台中盆地の間に位置する東勢区は温暖タウナ気候が特徴であり、経済性の高い果物栽培に適している。そのためなし、桃、みかん、柿、ぶどうなどの果物が特産品となっている。東税区は旧称を東税各と称し、 1920年に東税省、1933年に東税外と解消された。漢人による開発が行われる以前、タイアル族と白菜海賊の大馬車などの集落が点在する、荒涼とした地域であった。養成年間に初めて関東から入植者が入り、はじめ、県牛末には増加する移民を通認する形で、移民が関係より正式に認められるようになった。 1778年、車両閣を中心に原住民との交易が開始されると、新庁は、流中立、節花梅を派遣し、交易を統括するとともに、原住民から、漢人の権益を守る任に当たった。それと同時に大口景東岸付近に、匠匠寮席を設置、上、下信装地区の開発を開始し、漢人の入植を推進した。 これに対し1784年、大保県の蘇谷須坂江等が同居者を率いて、入植大規模な開発を進めた。新書は、東勢地区は諸羅県、霧穂、白木子ひもろぎ社群内の大馬社の一部を構成していたが、陽性には、昭和県に帰属し東、西日本に分割された。県立年間中期に至ると霧登場保の管轄とされた。 1887年に台湾省が設置されると、台中地区は台湾府深各市県が設置され、東西地区の匠寮省には、なで荒木局が設置されるようになった。1895年、日本人による統治が開始されると、なで荒木生を踏襲して民政支部が設置された。1899年7月、台中県の下部に東西各市省が成立。 同軸役場を設置、地方税収のほかに、地方事務を取り扱うようになった。1902年に、弁務士賞を廃止、東税各市長と改編した。同年2月に、東税各役場庁舎を設置し、1920年10月1日の、小生施行により、東税省が設置されるまで続いた。戦後は、修正を廃止し、県政を施行すると同時に、軍政を、区政と改め、 東税外は、東税鎮と解消された。1950年10月の新建制施行に、伴い区所が廃止され、東税鎮は、体中圏東税鎮と改変されたが、2010年12月25日より、体中圏市合併につき、東税区となり、現在に至っている。月、久し門。ありがとうございます。